んなこと可能なのか。できます。あの人が開発したアニマシステムならスイッチオン。1年前に死んだ小田切教授と Q さんの関係について。この事件がネットワーク絡みだとしたらロイミドと関係があるかもしれない。フォアはネットワークに渦巻く人間の感情を吸収して世界中に拡散。これ以上踏み込めば誰かが死ぬことになるぞ。